はい、じゃあ続きいきます。なんとか今回は勝ちたい。まあいつも言ってるけどね、毎回言ってるけど今回はみたいなね言ってますが、でもまあ主人公の期待をちょっと手加えましたんでね、気持ち耐久、まあ耐久度が上がってくれりゃいいなって感じですね。主人公が落ちるともうこの作品は、はい、やり直し食らっちゃうんで、なのでなんとか主人公を落とさないように行きたいですね。はい、頑張ります。主人公はもう最優先で守んなきゃいかんっていう、分かっちゃいるんだけど、いやいけるかな、どうかな、こいつ倒せるかなみたいな、なんかよく出ちゃうんだよね。はい、そうなるとやっぱりね、回復の方がおろそかになってしまうっていうね、そういうのもあるんですよね。さあ頑張ります。こんなところでくじけれたまるか。よし、なんとか一つ超えたいな、ここ乗り越えたいな。くっそー、さあ来い来いよ。いやでもね、戦力上がったからね、ちょっとでも数値上がったから、ここちょっと頑張りますよ、期待しますよ。よっしゃ、大丈夫か。 OK、 これで次のフェーズいくか。フェーズ終了。 OK、 さあ来いよ。もう全くトラックを全くトラックをですね、助けないでトラックで削ってもらうっていう作戦。うわー、2発だ。それもありっちゃあれなんですけどね。ナイス、オッケー、一発かわした。これは大きいぞ。あの2発の遠距離はちょっとね、やっぱ厳しいものがありますからね。さあ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 、どうする、どうする。こいつが強いんだよね、この丸っこいやつ。こいつ落としてえな。どうしようかな。これでどうだ、これでどうだ。2発当たれ当たれ当たれ。よっしゃよっしゃ、俺行った。オッケーオッケー。いやほんとボン強いわこれ。かといって両肩ボーンだとまたちょっとね、耐久面で不安があるからな。どうだ、これで坂田くん落とせない、こいつ落とせないか。よっしゃよっしゃ、落としたこら。やっぱボーン強いわ、ボーン様様。まあこのボーンが使えてるうちはねすごくいいんだけど、このボーンが使えなくなった後だよね、それが厳しいんだよね。ボーンいきます。どうだ、どうですか。当たんねー、くそー。一発でも当たってほしかった、一発でも当たってほしかった。くそー、どうだ、当たった。がしかし足だ。これもう一気に近づいて、これでどうだ、エンド。あくまでもこっちからは仕掛けない。ずるいですか？大ブーイングですかこれ？いいんですよ。勝ちゃいいんですよ。勝つことが大事。もう背に腹は変えられんというところですよね。何やっても勝ちたいっていう。いやー、2発来たー、ナイス、1発かわした。くー、よしよし、いいぞ。おっと、そっち来る？どういうポジション取りこれ。どうしようかな。とにかくボーンでじゃあこいつ削るか。
発当たってくれ。よっしゃよっしゃ、ボディには当たらない、ボディには当たらないが足には当たってくれた。オッケーオッケー、続いてもボーン構成でいきます。さあ頼むよ、しっかり当てよう、まず当てよう、一発当てろ。オッケーオッケー、よっしゃ落とした。オッケーオッケー、いやボーンは強い、強いがウェイトオーバーだよねウェイトオーバーになっちゃうよね。さてどうしようか、主人公を守る形で行きたいからな。これでもいいっちゃいいんですが、こいつ、ここ2体はトラックに任せるか、いやここ行くか、ボン、それとこの丸っこいやつをボーンで狙うってのもありなんだよね。こいつ丸っこいやつ、これでいこうか。ボーン使えるうちにこの丸っこいやつちょっと削れればいいなっていう、そういう感じなんだけど。オッケーオッケー、いいね、ボディには当たらない。いやでもいいよ、武器さえ潰してしまえばいいよね。武器さえさ潰してしまえばただのデクノボーになっちゃうからいいね、ザ・デクノボー作戦でいくか。足に当たるんだよねこれね見事にあの削られてる両腕スルーしますよねこれね。くそー、よしここ取ろうか、ちょっと攻撃はしない。フレデリックも、フレデリック、あれフレデリックも遠距離なしだったっけ。あ、なしだわ。じゃあ、ここを場所取ろう。オッケー。オッケー、行こう。来るぞ、来るぞ、来たー。どうしようかな。この丸っこいやつだね。グレイブで対応するか。一点集中食らわなければ、落ちることはない。オッケー、オッケー。いいよ。くるくるくる。シールド。ボーン使っちゃったのかな、使い切っちゃったのかな。オッケー、一発だったら大丈夫。OK、ナイス、いいね。そう、この一発、スタイルはそうでもないんだよね。大丈夫、大丈夫。お、いいね。トラック、頑張れ。トラック、頑張れ。大丈夫だ。よしよし、削れ、削れ。少しずつ削れ。さあ、丸っこいの、ちょっと待って、主人公いけるか、いけるな。丸っこいやつこれだったっけ、どれだったっけ、これだな。ボン、お前これで削れ。あ、オートセットは言わない、いいところまで、いいところまで削ってくれ。よし、うわー、だんねー。くそ、そしてまた見事にボディと腕回避して当たったな、これ。ダメか、坂田くんちょっと射程が、これだとどうだ、これだと当たるでしょ。ボーンまだいける、坂田くんはボーンまだいけるよ。よし、どうだ、落とせこら。よっしゃ、いいね、やっぱこのボーン効果的に使わなきゃダメだな。副長、副長どうだ、ボーン、これでボーン作戦落とせ落とせ、当たれ、いけ、よし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 、こいつ、こいつ落としただけでもだいぶ違うでしょ。レヨン EL002、 はい、よくわからんけども、 OK、 あれが主力級もボス級なんじゃないの。なんか一人だけ機体違うもんね、形が。あいつ倒しただけでもかなり気持ち楽なんじゃない？そうでもない？そうでもないか？そう、いや、主人公守らなきゃいかんから、ここは譲れないよな。ここは譲れない。アイテムで、まあ、ここ出し惜しみなしだ。回復しよう。回復だ。ここ守りたいな。主人公を守りたい。こ
こはまだちょっとトラックに頑張ってもらってもいい気もするんだよね。一応隣ポジション取っておくか。ここ2体はそうするか。 OK、 シールドどっちだ。一発か。あ2発だ。マジか。くらってのこれだもんね。やっぱり正面向かされちゃうと厳しいよな。うわー狙ってきてる。シールドで行こうか。耐えようここ。 OKOK。 まあまあボディはそれほどでもないからね。とはいえ武器潰されたらちょっとただのデクノボーなっちゃうからな。ラプターでちょっと反撃するか。ボディに来い今度。ボディ、わー潰された。潰されたけどもう片腕が残っている。このために二刀流にしてるからね。うわーシールド、このためにシールドの方の腕が残ってくれたのか。うわー坂田この時点でもう実質アウトだね。あともう逃げるしかない。坂田潰されないことを祈って逃げるしかないな。くそー一点集中できたもんね。この辺の AI もまたなかなかのもんですよこれ。くそー、ああもうボンは使えない。じゃあもう落とすしかないな。近距離でも落としにかかるしかない。よっしゃよっしゃ、オッケー。オッケー、坂田は逃げよう。もう誰もいないところに逃げよう。でこいつだよな。ちょっと待って、トラック大丈夫か。トラックのさ、なんか見たいんだよね、どんな状況か。見せてくれないのかな。くっさー、もう副長はボーンは撃てない。ボーンは撃てない。ちょっと待って、ここじゃダメだ。ここ来よ、アタック。グレイブどうだ。うわーボディに当たらん。がしかし相手の攻撃もかわした。いやこれは自分からはいかない。あれ？ムーブじゃないよ。あ、いいの、これでいいのか。エンド。主人公はどうしても守らなきゃいかんからな。こっち来るか。坂田が狙われる気がするな。うわ、9。もうちょっとだぞ。もうちょっと。本当なんだけどな。フレデリックは近距離しかできないから、ちょっとここで相手の動きを止めよう。止めよう。坂田は狙われる可能性あるから、ちょっとここで相手の動きを止める。うん、シールド一発。あ、二発だ。くそー、でも一発ガードしてくれるだけでも。オッケー耐えた耐えた。まあ少しずつ分かってきましたよね。その2発がやっぱり強いっていう。2発遠距離攻撃は強いよね。オッケー大丈夫だ。耐えたぞ。これどうする。グレイブ行く、落ちるかな。あー足だー。まあ足だったら OK。そう、いやーこの戦力差がやっぱ厳しいねこれね。片腕だったら許す。うわマジかー。厳しい、非常に厳しいよ。さあ一発だったら OK だ。ナイス、ジャーナリストいいね。さあここちょっとトラックに頑張ってもらって、
あーそろそろやばいかな。でもトラックやばそうな気がするな。くそー、主人公どうなってる。足かくそー。9、うわ当たんねー。まあボディに当たらんな。もう坂田は何もできない。くそー、違う、こっちだね、こっちだ。うわー当たんねー。なんでボディに当たらんのよ。くそー、ダメだ、全然相手の戦力削れん、全然削れん。くそー、アタックこっちだ、こっち落とそう。こっちだいぶ消耗したはず。うわー当たんねー、当たらん。OK、シールドでしょう。これシールドと防御行動みたいなのって何違うんだろう。これ何違うんだろうね。うわー足落とされたけど、まあまあまあいいでしょう。来るね来るね、主人公狙ってくるね、やっぱりこれ。くそー、今主人公守ってますけど、これ多勢に無勢って感じするな。なかなか厳しいんじゃない。食らった。あー反撃できねえのか、ラプター。反撃しようとした方の腕を潰されたってことだよね、多分ね。うわーボディとことん当たんねー、とことん当たんねー。ダメだ、なんでだ、なんで当たらんのよ、なんで当たんねんだよ。くそー、くそー、ダメだ、トラック落とされる、やばい、トラック落とされる、トラック助けに行けねえもんな。坂田はもうダメだしね。いやーダメだ、このポジション取りがもう完全に裏目に出ちゃってる。うわあ、1残したこれ。厳しいよこれ、厳しい、非常に厳しい。やっぱマシンガンはダメなのかな。いやだってこれ他の武器にしたとてだよな、他の武器にしたとてこれどうなのよって感じだよね。足腕ばっか、まあなかなかボディに当たってくれないからね。いやー地獄だこれは、なかなかの地獄だぞこれ。いやー耐えろ、少しずつ削るんだ、少しずつ。ガードガード、オッケーオッケー。やっぱガードがまともに入ればまあダメージは抑えてくれるよね。まあこれでちょこちょこ経験値ちょっと稼いでって感じが、どうなんでしょうね。この隣のやつがさ、
落ちろこれ。うーわー断ねえマジ。とことんボディに当たんねえこれ。マジか。くそ、当たるときはねこういう風に当たんだよね。連続して当たってくるんだけど、これもやっぱ運ゲーだな。うわートラック落ちる、やばい。あーナイス、落とした。あぶねえ。オッケーオッケーオッケー。首の皮一枚つながったぞ。こいつ落とそう、いい加減。もう1だからこれ。落ちろほんとてめえ。落ちろこら。うーわとことんボディに当たんねえこいつ。マジかよ。なかなかの鬼畜系ですこれ。あ、違う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 。操作間違うのも多いからねこれね。まだ操作慣れてないってのもあるけど、どうだ。よしよし、なんとかだよ本当に。もう一気落とすにどれだけ時間かかんのよって感じだよね。よしよし、まあまあとりあえずは少しずつ少しずつね相手の戦力削っていこう。これ主人公開いちゃうな。ここここね開いちゃうな。ダメだな。ダメだな、ここ開けられねえな。主人公一点集中で来られたらちょっと厳しいもんね。オッケー、そうだ。ジャーナリストいいね。ボディいいんだよ。このボディ集中で当たればさ、これだけ半分近く削れるんだ。これなんだよね、これよ、まさにシールド。相手の遠距離攻撃だとこれ無限じゃないでしょ。これいつかあれなんじゃないの、いつか途切れるんじゃないのこれ。どうなんすか、無限なのかこれ。もう結構毎ターン打ってくるよね。え、無限無尽蔵ニュートロンジャマーキャンセラーかこれ。敵は無限なのか、いやその可能性もあるよね、あるよね。オッケーオッケー。副長これ回復させないとまずいな。グレイブ、いやでもいいよ、この回復させて反撃で削るっていうこの作戦。殴りに来る、ボディに来た。もう一回ぐらい、もう一ターンぐらいだったら耐えられるかなボディ。おお、なんだお前こっち来やがって。これを狙いに来たのか、いい度胸だ。あー、ライトアームがちょっとやばいね。オッケー、だから主人公潰しに来たんでしょうよ、おそらくは。こいつ副長も回復 しなきゃな。 HP 回復だな。オッケー。でイエローはまあ大丈夫な気もするけど、ちょっとこいつもまだ攻撃っていうか行動できない、ダメ。でジャーナリスト結構ね満身創痍ではない。オッケーオッケーオッケー。結構全開だからもう何でもできる。こっちじゃない、こっち行こう。ぶつけずろう。おーおーいいね。ジャーナリスト良くない、君良くない、なかなか。オッケー、あー主人公狙ってくんな。あ、イエローはそこに置いても意味ないかこれ。結構遠距離で狙ってくる。まあそれもガードしてればさ、まあターン数は稼げるよな。このターン数稼いでる間に他の敵を落としていくっていう、そういうこともできるからね。遠距離狙わせるだけ狙わせて、あとずっとガードしてりゃいいんだから。そうやって少しずつ削っていくしかないよな。副長、ボディ、うわ、なんでまたボディばっか当たるかね、これ。くっそー。なんでボディばっか当たるかね。こっちがね、攻撃するときボディに当たらんのよ。
厳しい。OK。こいつまず一体落とそうぜ、こいつ。俺はお前を許さねえ。うわぁ、当たんねえ。くそ、当たんねえ。くそ、お前はここにいろ。副長。副長。HP がやばい。復だ。イエロー。いやいや、でもここにいることによって意味があると思いたい。ベック、まあ足は最悪いいとして、あー違う違う、エンドで、こいつよな、こいつ落とせよ、いい加減。これ8しかねえんだから。うわー、当たんねえ。そしてこっちはボディ容赦なく当たる。これなんか確率おかしくない？あ、来た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 、副長狙ってる。いいよいいよ、オッケーオッケー、いいよ。まあある意味、ある意味ね、まあいい流れはできてるよね。こっちが回復して相手が攻撃してくるっていうこのね流れでさ、こっち回復、向こうが攻撃してきた、あその反撃で削る、この流れがまあできてるからいいんだけど、ただこれだって無人ゾーンにできるわけじゃないから、回復アイテムがね残されてるうちしかできないんで、長々とねやってる場合ではないんだよね。わあ、全然落とせねえ。もういい加減落ちろこいつ、いい加減落ちろ。8しかねえんだぞ。くっそ落とせない、落とせない。副長、副長どんな感じだったっけ。ああ、オッケーオッケー。まあ副長ここ落としてくれ、いい加減。本当にこいつ一体落とすだけでだいぶ気持ち楽なんだよ。落ちろ。ちょっとズタタタタが来ましたね。落ちない。なんなんだ君は一体。あー、くっそー、マジつねこれ。いやー、マジつらい。くっそー、 OK。やっぱりさ、相手の HP もさ低いからさ、こっちに攻撃してこないんだよね。あの主人公の隣に構えてるやつ、向こうから喧嘩打ってこないんですよ。くそー、かなりの長期戦になっております。かなりの長期戦、あの飛ばし飛ばしね見ていただいても構いませんので、え、これどうなるんだろうみたいな、飛ばし飛ばしとか、まあ倍速で見ていただいても構いませんので、全然とにかくあの僕がこの、ね、バトルに勝つところをただただもう見届けてほしいですね。とにかく、はい、いつか何回も挑んでりゃいつかは勝てると思うんで、その瞬間を見届けてほしい。ただそれだけ。落とせ、これ当たんねえ、当たんねえよ。もうさあマジでさ、一気落とそうぜこいつ。もう頭きたんだ俺。4、よっしゃ、なんとかだよ。もう何ターンかかってんだよこれ、レベルアップ。よし、 OK。 さあ粘り強くいくよ、粘り強くが信条。さあポジション取り、どうしよう。移動して HP 回復させるか、移動して、いや待て待て待て、まだアイテム2つあるから、ここ回復して待機だ。左腕は残ってるからな、 HP もまあまあ3分の2ぐらいはあるから、これはこれで OK か。エンド。
で、ジャーナリストだよね。まあまあ、こいつは足。まあまあ、ちょっと一回これで、このまま、このまま。やっぱ一気落とされたのが辛いね、これね。一気、まあ実質二気落とされてるけどね、これ。二気だよね。一気、もう一気はもう本当に行ける屍みたいな感じだよね、完全に。ただのデクノボ役立たずって感じだけど、坂田くんよ、本当によ。落とせ落とせ !7 しかねえんだぞ、こいつ。やっぱパンチ運必要なのかな。グレイブ二刀流じゃダメってことか。いや、落とせねえなあ、この辺。あともうちょっとなんだけどね。もうちょっとなんだよ。落とせねえなあ。こいつももうちょっと押し落とした。ナイス。今までのパターンからいくと、なかなかボディに当たらないパターンが多かったんだが、多かったんだが、しかしだな。主人公17。よし、ちょっと主人公動こうか、ここ。動こう。HP 回復しといて、OK、坂田はお前ずっとここにいろ。で、副長。副長ももうやばい。これ最後の回復アイテムだ。で、持って、イエロー、イエロー、お前、こっち、ああ、こっち来れねえな。いいや、ここに、ここに場所取れ。こいつ落とせねえかな。落とせないことないでしょう。いけるんじゃないの？どうなのよ。どう？いける？ 7！ うわ、残したけど、相手はもう、虫の息、反撃してこない。はい、ちょっとね、尺が長くなって申し訳ない。もうちょっとね、もうちょっとで倒しきれそうなんで、ここちょっと頑張ります。もう32分過ぎちゃったけどね。頑張りますよ、ここ。OK。もう残り1体になったら、もう3人、3体ぐらいでも囲んでしまって、もうボッコボコに殴るっていう。7、落とせ！くっそー。落とせないか。ナイスだな、この辺は。でもどうだ、落とせるか。もう虫の息だぜ。うわ、食らうな。オッケー、落とした。副長なんか結構食らっちゃうんだよな。よし、オッケー、オッケー、オッケー。残り2体、残り2体まで来たぞ。こいつ落とそう、こいつ落とすんだ。もう虫の息だぜ。7。よっしゃ、よし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 。さあ、勝利目前まで来ましたよ。ようやくここまで来た。とはいえ、副長はもう回復アイテムもない。ないからダメだ。ダメだ。もう下手に動かない方がいい、こいつは。これはもう。イエローはちょっとボディ回復。ジャーナリスト、ジャーナリスト、ジャーナリストなんか結構ね、粘り腰なんだよな。でもこっちから仕掛けよう。残り1体だから。迎え撃たない。そう、ボディに当たらないけども、まあいいね。ジャーナリストすごくない？なんか神がかってません？オッケー。オッケー、ジャーナリスト余裕あるからこっちに攻撃向いてくれりゃ。よーし、大丈夫大丈夫。どうだ、次のターンで決まるか。ここで決まってくれ。あ、移動が、そうか、足やられてるから、そうか、できないんだ、待機だ。いけ、イエロー、いけ。残してるけど、でも確実に他の部分削ってる。腕も足も削ってるから。いいんだ、じわじわ行こう。これ、いや、回復アイテム使った方がいいかな、こいつ。いや、もう、出し惜しみなしで使おう、ここ。確実にね、確実に勝つ方法。急がないよ。勝負を急ぐ必要はないんだから、ここ。とにかく、守って守って、とにかくこれ以上ね、修理させないように。オッケー。勝ち確でしょう、これ。ここまで来たから。オーケー。
さあ主人公、倒しきれるんだったら倒しきってくれ。いけー。うわこれだよこのデクの棒状態でさ、これさ外すかね。いやいやいや、もうあれだよね、あのPK でさ、ゴールにキーパーいないのに外すみたいな、なんかそんな感じだよね。オッケー、勝ったー、勝ったー。よし、全部片付けたぞ。ひどい目にあったな。この程度の損害なら賞金は予定通りでそう。すぐメナサの町に向かえ。あー、よかった、勝利だね、なんとかね。はい、一気落としたけど、まあちょっとプラスになるかな。オッケーオッケーオッケー、いいじゃん。オッケー、はい、353、はい、まあまあまあいいでしょう。あー、目なさい、こうか。はい、じゃあ一旦区切ろう。ちょっと疲れましたねあ、セーブセーブ、これもうセーブ忘れないようにしなきゃね。はい、オッケー、よっしゃ。じゃあ次回ちょっとこうショップ行って何か見てみようか。お金もね、ちょっとどんぐらいあるかわかんないけど、あ、結構溜まってるね。オッケーオッケー、じゃあ次回ちょっとこの装備編集で丸々1本使うかな、どうかな、ちょっとわかんないけど、はい、お楽しみにということではい、じゃあ次回もね頑張ります。はい、また見に来てください。ご視聴ありがとうございました。